どうも皆さん、こんにちは、ほうです。今日はですね、ほうの生活やっていきたいと思います。現在、じいちゃんの部屋にいますね。それでは、今日はですね、何をするかっていうと、RV カーですね。RV を借りて、ちょっとね、キャンプに行きたいなと思います。じいちゃんは先に下に降りてるみたい。あ、じいちゃん。行こうか。最悪って感じですね。じいちゃん、どうしたの？やっぱりね、ここはね、環境が悪いですね。もう日当たりも悪いし、タバコ吸いまくってるし、汚いし、あんまりね、ここは住む場所ではないですね。ということで、今回ですね、視聴者の方からとんでもない、すごいプレゼントをね、いただきました。そちらをね、自慢したいと思います。こちらでございます。チャラーン、見てください。こちらのですね、ND ロードスターですね。アリオスチューニングされてるって書いてあるんですけど、ND ロードスターをいただきました。そしてもう一つですね、こっちの RX7 ですね。マツダの RX7 もいただきました。この2台の車両をね、視聴者の方からね、もらいましたので、じいちゃん嬉しいね。すごいですよ。これでじいちゃんの車が4台になってしまいましたね。いつの間にこんなに、たくさん。このアルファードもね、視聴者の方からね、もらったやつですよね。なので、じいちゃんが買った車はプリウスだけなんですけど、いつの間にかじいちゃんの車が4台になってるっていうね。これちょっとね、お金払っていくの大変そうだけどね。保険料とか大丈夫かな、じいちゃん。まあ、今回はですね、こちらのいただいた、新しくいただいたこの ND ロードスターでも乗っていきますか。おー。いいですね。あ、すげえ。エンジンつけたら上がりました。あ、ライトつかないこれ。あ、上げ下げできるね。すごいね。ライトつけようとしたら。かっこいい。なんだこれ。そして一人称視点だとこうなってます。おー、めっちゃリアルだね。メーターがすごいリアル。おー、すごい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 。じいちゃん、じいちゃん、こっちに来て。じいちゃん、この車に乗って、RX7 に乗って。おー、いいね。じゃあ、早速ね、出発しようか。出るのが大変すぎるよね。行こう、じいちゃん。おー、いいね、いいね。来てるね。もうここ、じいちゃん専用の駐車場になってきたね。あと2台止めることができるからね、あと車。OK、行きましょう。まずは、RV カーをね、借りに行きたいと思います。あ、ウインカー黄色になってる。すごいリアルだ。おお、めっちゃいいじゃないか。オッケー、行こう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 。そして次も右です。おお、じいちゃんめっちゃかっこいいじゃないか、その車。あとでね、ちょっと乗り換えてみたいですね。数ヶ月前にもね、キャンピングカーでキャンプしたんですけど、それよりもね、本格的なキャンピングカーですね。さあ、やってきました。じゃあちょっと曲がりますよ。曲がろう曲がろう。よし、いいね。ちょっとね、車乗り換えてみたいね。じゃあここでいいよ。ここで終わりね。ここで終わり。おお、めっちゃ銃の音がする。この後ろがね、射撃場なんでね、怖いな。びっくりするわ。さあ乗ってみよう。こっちにもちょっとね、乗らせて。おー、はーはー、もうぶつけられてるよ。さて、早速ぶつかってるけど。おー、めっちゃ速そうだね、この車。うわ、すげえ。こんな感じになってます。マニュアルだね。おー、大丈夫これ、本当に。射撃場怖いな。銃弾飛んできそう。うわー、もうぶっ壊れてるけどね、いきなり。おー、速い。すごいすごいすごい。じいちゃん、この車乗って。うお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 お、なんだこれ、めっちゃ滑る。すげえ、いきなり滑ってしまった。うわー、怖いなこれ。何これ、何これ、めっちゃ滑るんだけど。運転するの難しい。ええ、何これ、何なのこの車。めっちゃ滑るんだけど。いや、じいちゃんこれよく運転したね。すごいよこれ、僕には無理だわ。すっげえ滑る。
恐ろしい車だな。オーケー。めっちゃドリフトはねしやすそうだけどね。で今回ですね、こちらの車ですね、ジャンボリー RV っていうやつで、フォードの車両みたいですね。 E450 スーパーデューティー、これを少し改造したやつなんでしょうかね。キャンピングカーです。すごい、でかいでかい、めっちゃ本格的なやつだね。おー、それで今回もう一つね、こちらのこの車をねレンタルしました。クローラージープですね。これでねちょっとね遊んでみたいと思います。じゃあ早速ねじいちゃん行こうか。よいしょ、乗ってみよう。まずはこれを接続しときましょう。これでいいね。そしてこれを下げます。ランプを下げます。そしてこの上にジープを乗せちゃおう。このジープかっこいいよね。すごいかっこいい。なんか宇宙船とかに搭載されてそうなジープだけど、でかいなタイヤも。これでいいね。おお、危ない危ない、ここでいいね。よし、接続完了だ。じゃああとはランプを上げといて、じゃあ行こうか。じいちゃん行こう。準備すべて整ったよ。キャンプ場に行こう。よし、じいちゃん乗ってくれた。いやー、これ面白いね、この車。どでかいね。ちょっと待って、バスより長くない？これすごい。うわ、何これ。どこ走ってんの、この車。で、なんなの、この車は一体どういうことですか？中指を立てるっていうね。あー、ちょっとこっちに来ないで、頼む。やめて、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 やめて。行きましょう。おー、シード、いや、めっちゃスピード出るな、これ。すげえ。かなり馬力ありますね。めっちゃなぞいことをやってるんだけど。すごい逆走してる車がいるんだけど、何これ、大丈夫なの？これは赤信号になってしまった。うわー、信号無視していってるよ、あの車。マジか。ちょっと待って待って待って、道路パトロールカーが。何これ、なんかすげえ銃撃戦の音がした。いや、何何何、あ、上か、ヘリコプターから撃ってるのか、これ。怖いな。大銃撃戦が起きてるよ。うおー、危ない危ない、正面衝突するとこだったわ。大丈夫なのこれ。キャンプ場の近くで撃ち合わないでください。ここら辺がね、確かキャンプ場だとは思うんですけど、ちょっとね、どっから降りるんだろうね。よくわからないので、一回地図を見よう。違いました。ここでした。キャンプ場こちらでしたわ。さらに向こうだったわ。おー、素晴らしい。綺麗だ。めちゃめちゃ綺麗だね。よしよしよし、キャンプ場に着いた。ようやく着いたぞ。あー、めっちゃ人が来てるね。結構来てるね。楽しみだ。すごいすごいすごい。さあ、こっち側に行きます。もうどんどん乗り込んでいこう。この下でね、今回はキャンプをしたいと思います。どんな感じなんだろうね。おお、この坂は大丈夫なの？あ、ちょっと待って、こっち側じゃなかったか。え、ここを入るのはちょっと無理じゃない？入れるのこれ。こんなとこ大丈夫なんかこれ。入ってみましょう。すげえ、入ってる入ってる。どうなっちゃってんだこれ。ああ、あった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 。キャンプめっちゃやってる人いるね。おお、いっぱいいるいっぱいいる。皆さんこんなとこでやっておりますね。皆さんキャンプ楽しそう。じゃあ僕はここでやりましょう。いいね、すごい眺めが綺麗。おお、素晴らしい。さあちょっとね、一回車を出しちゃおうか。おお、すげえ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 。皆さんこんにちは。
おお、めっちゃ楽しそう。夜はここでご飯を食べんのかな？すごいよ、すごいよ。結構来てるね、みんな。いいね。じゃあちょっとね、キャンピングカーの中ね、入ってみようかな。よし、扉開けたぞ。ちゃんと階段も出てくるね。入ってみよう。よっこらせ。覗いてみるよ。おー、すげー、広い。あ、結構広い。テレビもついてるわ、ちゃんと。おー、いいじゃないか。あ、広いと思ったけど、そうでもなかったね。結構狭いわ。ソファーが結構でかいんだね。ソファーがでかく作られてるから、なかなか向こうに入れないけど、これはじいちゃん、ちゃんと入れるか、ここ。冷蔵庫開けるのも大変だね。廊下が狭い、とにかく。でもベッドもちゃんとついてるよ。いいね。ダブルベッドがついてて。ガスコンロまでちゃんとついてるわ。すごいわ。まあまあ、なかなかいいんじゃないでしょうか。じゃあちょっと泥棒が入られないように扉閉めとこう。じゃあ早速、この車で、行ってみますか。おお、じいちゃん乗って。降りるけどね。降りてみるね。おお、すごい速い。とにかく速いですね。エンジン音もどでかいな。おお、後ろの後輪のタイヤもちゃんと曲がるんだね。前輪も後輪も曲がるようになってるね。すげえ。すごそう。おお、怖っ。おお、速いな。めちゃめちゃ速い。ここら辺ちょっと爆走しながら探検でもしてみようか。わあ、こんなとこも降りれるよ。ここ行けんのかな。あー、ここ行けそう。おー、すげー、普通に降りれた。どこでも行けるね、この車。めっちゃいいな。これじいちゃんに必要なんじゃない。おー、ここも入れるんか、まさか。あー、行ける行ける。すごいね、水没せずに行けたよ。おー、早い。ここら辺、あ、なんだこれ、橋みたいなのができてるよ。すげえ。おーおーおお、いいね。この上行ってみようか。わあ、ここら辺すごい流れが速いからね、気をつけないとね。おお、めっちゃなんかかっちょいい車が止まってるね。で、なんかここら辺でね、イースターエッグがあるとか書いてあったんだけど、全然それが見つからないぞ。よーし、爆走してみよう。これ一体何キロ出るんだろうね。80キロぐらいか。あ、これ限界80キロぐらいみたいですね。おー、危ない。歩いてる人もいるから気をつけないと。すごい、みんなこんな暑い中登山してるよ。ハイキング？ようやりますな、本当に。おー、早い。あ、やっぱ80キロ以上出ないね。すげえ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 。もっと出るかなと思ったんだけど。おー、楽しいな。すごい、これあればどこでも行けるね。おー、最高じゃないか。よし、じゃあちょっとそろそろ戻ろうか。あんまり行きすぎるとね、夕方になっちゃうからね。さあ、どうやって戻る？向こう岸に行ってみよう。おー、行けた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 。これは登れないよね、多分。登れないね。やめとこうか。うおー、水の中も全然余裕で行けちゃってるよ、ほら。すごいな。すげえ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 、めっちゃ走れる。おお、うわー。魚釣りしてる人めっちゃびっくりしてるわ。うおー、壊れそう。大丈夫？壊れないね、いけるね。おお、じいちゃん水浸し。大丈夫？あー、ひっくり返る。危ない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 。あー、誰かいたんだそこ。いや、じいちゃんが落ちたんだね。大丈夫、乗って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 、じいちゃん乗って。誰か引いたかと思った一瞬。
うおー、なんか吹き飛ばされた。なんで降りてから乗ろうと思ったら吹き飛ばされるんだけど、なにこれ。よーし、じゃあ行こうか。乗れたね。おー、今度は落ちないように気をつけてね。ガッデン、おお、すごすぎた。おーしよしよし、なんとか来たぞ。イエーイ。うおー、すごい綺麗な夕日だ。いや、めちゃめちゃ綺麗な夕日になってきたね。さあ、そろそろ迷わないうちに帰ろうか。どこかもう分かんなくなったら大変だからね。おお、スピードが出る。あれ、今90キロ出てるぞ。100キロ近く出てる。うわー、ひっくり返った。大丈夫運転しづらいな。よーし、行こう。どうなってるんだろうね。楽しみだね。夜ご飯がすごい楽しみだ。ちょっとね、あのキャンプの人たちと混ぜてもらおう。どこにあったんだっけ。こっち側か。よし、この中だね。これ絶対迷うぞ、暗くなったら。あったあったあった、見えてきた。うおー、いたぞいたぞいたぞ。すごい、もうパーティーが始まってるね。じゃあ降りよう。すげえ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 。おお、みんな楽しそうにやってる。あ、鹿がおお、飼ってきたんだね、鹿を。これを今日勝利して食べるんか。美味しそうだ。すごい、めっちゃ楽しそうだね。じいちゃん見てこれ、すごい綺麗な夕日だ。楽しい楽しいって感じですね。じいちゃん、あんまりそっちに寄りすぎるとね、燃えるから危険だよ。やめてね、そこ行くの危ないよ。あんまりそっち行ったらダメだよ。大丈夫かなこれ、燃えそうなんだけど。あー、室内から見た感じはこんな風になっておりましたね。ブラインド外せたらいいんだけどね。それではですね、チャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。